現役中なんで、まあ、そんな振り返るということはしたことないんですけど、いつか辞めたら、まあ、振り返るかもしれないですけど、まあ全部ですね、はい、まあ、生活の手段でもあり、まあ、夢でもあり、まあ、全部です。気持ちですね、はい、気持ちです。最初の頃に志したその時の気持ちそのまま、はい、まだ持っています、はい、分かりづらいと思います今も、まあ、説明しないと相変わらず説明しても分かりづらい競技というか世界になっていると思います。20年前に20年前も自分が始めた時もやっぱ分かりづらいからやっぱいい選手がいても残念ながらこう世間に受け入れられてない部分があってもったいないなといつも思っています。サッカーがこう何説明分からない人にもサッカーがサッカーであるように野球が野球であるように相撲が相撲であるように、まあ、キックボクシングもそういう分かりやすさがやっぱ必要だと思うんですけれども、相変わらずこう団体がたくさんあったりルールがいろいろ違ったり採点基準が違ったりやってる側にもちょっとすごい分かりづらい部分があると思うので、そこが分かりやすくないと世間には受け入れられないと思います。いや全く覚えてないので振り返りようがないですよね。試合終わったらやってみたかったことも名古屋の景色も覚えてないので、ちょっとまあはい、すみません、何も覚えてないです、はい、なんかもう全部なくしちゃった気がして、もうあの時は本当に気持ちも頭の中 もう真っ白だったことしか覚えてなくて、ああもう全部終わっちゃったんだなっていう気持ちで、はい、最後の帰りの新幹線の中の景色も新幹線の中から見る景色も覚えてないぐらい、はい、すごい絶望的な気持ちだったので今も覚えてるんですけど、まあそれ以外のことはもう一切覚えてないです。いやもうすぐに再選っていうのはできなかったので、まあ気持ちを切り替えるまでにはすごい時間がかかったんですけれども、やっぱり自分の生活の手段だったりこう生きていく中でのこう自分という存在の手段がこれしかなかったの でこれでもう一回頑張ろうって思ったんですけれど、他には何も手段が浮かばないので、他にできることがあったらやってたと思うんですけど、はい、他には何もなかったので、まあ立島選手にとってもキックしかないっていうところになりましたね。そうですね、もうちょっと器用にこう いろいろできればよかったのかもしれないですけど、でも他に何もなかったので、はい、まあ、試合やる前は印象っていうのはもう全くなかったんです。別に鍋だっていう人もいるかもしれないですけど、そういう気持ちもなく
まあ、あの時代はそういう今みたいにネットでこう他の選手の試合を見れるとかそういう時代でもなかったですし、あのどんな相手が来ても右でも左でもあの、うん、対応できる、いきなり対応できるようじゃなきゃいけないと思ってたので、特にこう佐藤君に限らず他の選手に対してこうスタイルがどうとかあのそういうのを調べたりとかしたことはないので、はい、そういうふうにしていました。まあこういうことをやった人が他に多分いないと思うので、あの面白いなと思ったのが一つと、あとやっぱりあの、まあ、ブログにも書いたんですけど、あの僕らっていうのはもういいもの見せてもただ忘れられていくだけなので、まあ、うん、過去にあった試合を見て盛り上がってもらいたいっていうのもありますし、あのもう一回こういう、うん、もう一回やるんだっていうなんかそういう面白さがあってもいいと思うんですよね。うまく言えないです、すいません。楽しみというか、うん、まあまあ、多分こういう前例がないと思うのでキックボクシングの世界では、だからそういう意味ではすごいあの楽しみな部分はありますけど、やっぱ試合をするというのはあの試合が楽しみだったことっていうのはないので、いつも試合は怖いので、あのまあ殴る自分も殴るかもしれない、いや殴りますけど、でもやっぱ殴られないで試合が終わるっていうのは全くないので、あの怖くなかったことは今まで一度も ないんです。だからまあ怖いか怖くないかって言ったら怖いですけど、ただやっぱそういう、うん、面白さというかそういう意味では楽しみがあるんですけど、強くなりたいです、うん、いやもう少しでも強くなりたいです。少しでも前に行けるように今のこの状態から。それはキックボクシングキックボクサーとしてでしょうか。 もちろんです。いやもうあの楽しんでください。あの一生懸命頑張ります。Us.